はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、ですね、これ、今回斬死の結構ね、今後っていうか、ちょっと注目の斬死を、まあ、見つけたので、今回そちらを紹介したいなと思います。はい。まあ、個人的に、完全今回は、情報提供じゃなくて、個人的な、形になるので、もしかしたらそうでもないかもしれないんだけど、こちらですね。僕今、かけら使って1個あげました。はい。こちら、ちょっと待ってね。これかっこよくない?これ、この斬死さ、結構出てきたのよ。うん。これよく出てたんだけど、こちらがね、術式が高い感じかな、になるんだけど、こっちじゃなくて、これだね。まずこれ、防系の巣。コマンドスキルに発生、自身に被ダメージ 40% ダウン付与ということで、まあ、防御力を 40% 2ターン上げることができる。まあ、これに関しては、まあ、パンダとか、まあ、そこら辺につけるとか、あと引き付けを持ってるキャラクターにまあつけるとなかなか強いんじゃないのかなと思ってるんだけど、まあ、これはね、まあ、あくまで引き付けキャラがいる時に、まあ、使える一応おまけみたいなもんなんですけど、それより結構ね、個人的に気になってるのこっちですね。これあまり見慣れないコマンドスキルのマークだと思うんだけど、これが、オートの方の冒険の巣で、6ターン目開始時かつバトル中一度のみ、味方全体に呪力消費効率アップ付与を3ターン、設けることができるんですよ。でこれ何が、まあ、いいかっていうと、まあ、最近で言うとさ、やっぱりウェーブ3がやっぱり主流になってきたじゃん。そのやっぱり前も何度も言うけど、五条先生対策でそのいきなりボスっていうのはあんまりなくなってきた。まあないし、まあ、あのウェーブ1と2だけみたいな、そういうのもなくなってきたんですよね。うん。まあでもブギウギ10連の時は別だけど、でこの冒険の巣ってのが6ターン目開始時から3ターンなんで、まあ6ターン7ターン8ターンと、その3ターンの間呪力消費効率アップ費用がついてるんですけど、これがね、今の環境っていうか、僕が結構戦う、まあ、後で見せますね、これ実際、使って見せるんですけど、特に、このキャラクターの学長、はい、こちら学長と、イタドリくん、さらにももちゃん、ここら辺のキャラクターとか、だとあと、おっこつくんも、いや、ほとんどのキャラだな、そう思うと。まあ、五条先生とか別にして、それ以外のキャラクターで言うとほとんどなんだけど、やっぱりね、その要はボス前に呪力がうまく、要はよく僕やるじゃん、うわ学長あ呪力足んねえって、そのボス前に呪力をそのやっぱりバフをかけてボスが来た瞬間にまたバフしてみたいな、それをできないことが多いんですよ、呪力が足らなくて。うん。そのやっぱりその呪力貯めようにも、要は結城くんとかがいないと呪力下げられたりするので、その時に打てないっていうことが非常に多くて、虎杖くんも飛び蹴りの呪力、まあ20ではあるんだけど、まあなかなかちょっとうまく、そのマックスまでバフがかからないよっていう時に、ちょうど、なんか最初のさ、1から2、1、2、3ターンぐらいって、だいたいその呪力ダメに使うんですよ、最初って。あまりバフをかけずに、最初キックとかで、まあちょっとずつ呪力を貯めて戦っていくと。うん。でその状態の時にちょうど4ターン5ターン目とかで呪力を上げ始め、バフをかけ始めた、その時にですね、そのあと出がらしって言ったらあれだけどさ、呪力がほとんどなんかだいぶ減ってきたって時に、この呪力消費量がね、効率アップ3ターンが非常に助かります。はい、これちょっと実際にやってみたいと思います。じゃあメインクエストでいいか、まあ、ローゼツとかの方が第3、ウェーブ3まであるステージだからローゼツで行ってみようか。でもローゼツだと多分余裕で勝てちゃう可能性があるんだよな。あ、でも、まあ、振り特性、イタドリくん幻だからちょうどいいわ。これだったら、本気のパーティーって言っていいかな。こんな感じ。結構、ガチパーティーですね。これが現在の。で、個人的にちょっと気になってるのが、これも気になってるのよ。はい。相談なんて認めない。これ、一応全員配布なんですけど、これが、自身が会心を発生時、味方全体に必殺ゲージ上昇量 15% アップ付与。これがね、ももちゃんと、すごい相性が良くて、ももちゃんが、これだね。間違えた。違う、こっち。この偵察、これで会心率を上げたりして、学長に会心やって、必殺ゲージ上げたりとか、召喚一心を、ももちゃんが打って、いい感じにその必殺ゲージをガンガン上げていくみたいな編成なんだけど、まあ、これは今回はいいから、そんなに多分急かさなくても急がなくてもいいとは思うので、でここで
どうしようかな、どっちにつけようかな。まあ一応これをまあこちらにつけとこうかな。そうだね、冒険の巣被ダメージ 40% でしょ。まあこれでいいかな。でもできれば術式、あでもこっち術式、あどうしようかな、どっちがいいかな。これね難しいんだよな。まあまあまあ一応じゃあこっちにしときましょう。はい、これでいきたいと思います。これまあ本当はパンダにつけるのが一番いいのか、パンダにつけてもいいな。まあまあいいか、これでいきましょう。はい、これで大丈夫だね。よし。でこのまあ幻とか半減というかね、あの一応フリ特性ではあるので多分全力で戦っても大丈夫だと思うんだけど、やっぱ乙骨くんとかって磁力をさ死なせないで磁力10とか使っちゃったりとか。あーでも今回あこれ持ってこんが良かったかもしれん。これ持ってくると、まあでも結構これ使う前提でいくからな、全員あの磁力プラス10になっちゃうんですよ。あーちょっと分かりづらいかな、まあいっか。はい、まずこれ最初キックいきます。でも最初ね磁力下げられるんだよね。全力で1人倒しに行った方がいいか。まずだったら更新の導きするか。まず最初こうして全力で倒しに行くのありだな。1人こうしよう、更新の導き追い風して、で飛び蹴りからの合わせる理解で多分1人倒せる。はい、1人倒す。でこれで多分攻撃、あーまあ乙骨くんは2人か、この2人か。まあじゃあ攻撃して、ここはちょっとじゃあ溜める作業に入りましょう。でまあ食らうダメージ2倍なんでね、ちょっとかなり痛い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 。あでもまあよかったよかった。これで今、ここ3ターン目ですね。うん、どうしようかな。磁力消費まだまだ多分1人1冊で大丈夫だと思う。ここははいはい倒す。でさすがにこれ倒せないのか、半減は大きいな。でここでうわで死なせないが発動する。でも乙骨くんは回復しないんだよね。ちょっとそこだけ気をつけないといけない。じゃあこれで倒しに行きましょうか。はい、風なぎして、いやどうしようかな、合わせろ理科打てないんだよねこれ今回。だ一回ちょっと必殺技甘んじて受けましょう。これ斬首使って、斬首使って必殺技受けて、次のターンからじゃあ、攻めに行きます。はい、これで多分大丈夫。キック風なぎで多分35% カットしてるんで、必殺技でもあーてかまずミスだったか。よしじゃあこっから行きましょう。次のターンから呪力消費量が、でも今回ちょっとあんまりあれかも、分かりづらいかもしれない。なんだろう、ちょっと今回はそんなになんかあれかも、手こずることがないかもしれないね。磁力消費量アップ、これで15になるんですよ。はい、でこれでこうしてもガンガンやることができると、能力上げ、もう基本的に多分こっからずっとかけ続けることができるんじゃないかな。ほら合計15ぐらい磁力消費を防ぐことができます。防ぐっていうか短縮することができるので3ターンだからね。合わせろ理科いらんかった。まあいいでしょう。でまだもう次のターンもこのターンもいける。はい、こんな感じですごい磁力消費がね強いんだよ。ずっとほら虎杖君本来だったらもうさっきの時点で飛び切りなんて打てないんだけど、この磁力消費カットっていうかね、それのおかげでほら足りるんですよ、打てるんですよ。これ本来だったらこれ5残ってるけど3ターンこれ合計15なんで5足りないんですよね。5か 10でもそれが飛び蹴りずっと打つことができると、はい、いうことで相当、これは個人的に、ちょっと今後もう SSR のかけらを使ってでもやるべきだなと思って使いました。はい、でここで、消費が終わりましたね。でもこれ今回は結構プラス10の磁力、磁力さプラス10上げるってのもあったし、で狙われたのが乙骨くんと虎杖くんっていう、まあそんなに磁力あまり関係ない、まあ飛び蹴りが関係あるんだけど、じゃなくてここで学長とかももちゃんをもし狙われていたとして、まあ磁力が25とか下がるんですよ、相手の攻撃一発でジューンって下がるけど、それでも消費磁力がそのカットされてれば、まあももちゃんかなりさずっと追い風で贅沢使いしたけど、贅沢使いしなければももちゃんでもそのバフをちゃんとマックスまで貯めることができたりとか、学長はもう見ての通りずっと今かけ続けることができたので、これは相当強いじゃないのかなと思っております。はい、ということでじゃあ磁力ランダして、まあまだ倒せないかな、半減だから倒せないと思うんだけど、まあかなり瀕死の状態までは持ってきてると思う。このおかげで、バフがマックスですね。完全バフ、マックスまで貯めることができて、純愛もまあ虎杖君の飛び蹴りは自分にしかできないから、まああれだけどこんな感じでもう半減だろうが、圧倒的な火力を出すことができると。
はい、いうことで、これはね、この三子は非常に、まあでも僕が言うことだからな。トライアングさんが言うこと、いやガチ勢の人がさ、やっぱりすごすぎてさ、あやっぱりガチ勢の言うがなんかさ、あのガチ勢の人が言うことだったらあーってなるけどね、僕が言うことちょっともしかしたらまだあんまりえって なっちゃうかもしれないから、ちょっとあのね、堂々とは言えないんだけど、僕的にはまあかなりこの残滓は強いんじゃないのかなと思っております。はい、もう自分に自信がなさすぎてね、もう皆さんがさ、あの、あ、皆さんってあなたたちですよ、がやっぱりすごい、あのすごすぎて、いや本当にあのプレイスキルもそうだし、その要は戦闘の知識量というか、まあ僕は多分あれだろうね、その課金に頼って、その要は突してとかさ、幻たどりくんも1突、おっこつくんも1突とかで、ももちゃんもゲットしててみたいな、そういうのでやっぱりその課金の力でなんとかしてるっていうタイプだから、それじゃなくてっていうのだとやっぱりプレイスキルが多分上がっていくっていう感じだと思うので、本当にあの僕と違ってた皆さんはあのすごいプレイスキルはあるので、ちょっとね今回はちょっとドキドキなんですけど、動画出すの、いやそんなことないよとかなるかもしれないんだけど、僕的にこれは非常にあの今の環境っていうよりかは、そのまあ呪力消費自体は、あの呪力消費の、あの恩恵自体は15なんですよね、呪力だから、残滓的に言うと、まあでも全体にだからな、ほぼあの自身の呪力を15回復、まあ、これを全体15回復してるようなもんなんで、うん、まあ消費量で 5% カット、 5かな、5しかカットされないって思うか、5もカットされるって思うかによるんですけど、僕は5もカットされるって思いますね。で何より1ターン目からじゃなくて6ターン目からってのが本当に絶妙に最高なタイミングで、本当にねちょうど5ターン目6ターン目ぐらいからもう、あのじゃあこっからバフがけし始めようって、あのかかるターン数なんで、だからそこら辺考えるとやっぱり今の環境っていうよりかは、あのすごいかゆいところに手が届くじゃないけど、うん、僕はこれからちょっとこれは何回か使っていくかな。まあでもこっちがねコマンドスキル時自身に被ダメージ 40% ダウンなんで、まあ2ターンなのはありがたいから、まあつけるとしたらパンダとか、まあ引き付けキャラとか、まあタンク系のキャラが、こっからなんかタンク系のキャラがさ、あのパンダじゃないタンク系が強いキャラクターが出たら、うん、このね、あの防系の数は非常に強残滓になるんてくるんじゃないかな。これやっぱ強いよな、6ターン目開始時バトル中1のみ味方全体に、うん、だ全体に15回復ので、それがまあちゃんと後半まで残しとけるっていう、うん、だと思うので、ちょっとよかったら皆さんもこれ1回使ってみて、これあの上限解放1でこっちは開きますので、はい、まあちょっとあのこれ0、上限解放0、無凸はあんまり使えないと思います、こっちが解放されてようやくって感じかな。はい、なので僕これ今までさ、冒険の巣はさ出たら売ってたんですよ、あの要はパンパレチケットに変えてたんだけど、まあそれをちょっともうあの凸させていこうかなと思います。だから上限解放でこれされたら、あ、45% ね。まあでも、どうなんだろうな、コマンドスキルはそんなに、あんだから、これ、いやでもレベルがあれか。レベル上限せめて70レベルとかにはしときたいか。これ、呪力、術式が 24% だから、そうだね。ももちゃんとかにつけるうちにしても、HP は上げときたいので、そうね、ちょっと、凸させていきたいと思います。はい。というわけで、じゃあ今回は、まあ個人的には非常に強いんじゃないかと思ってる新三子使ってみましたが、いかがでしたでしょうか。このこれいいよね、なんかあのキャラクターとしてもゲトウ、スグル、花見、ジョーゴ、マヒト全員いるっていう、いやーちょっとこの三子もうちょっと明るめでちょっと欲しいなこれ。はい、というわけで、改めまして今回この辺りで終わります。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様でした、バイバイ。